さあそれでは続きをやっていこうと思います。もう雷がめっちゃ鳴ってるということでですね、西部警察の RS1 がね終わったので、スーパー Z の、20号と21号ですね、まあ正確には120、121ですけど、こちらをやっていこうと思います。では破れちゃったで、ホイールの組み立てとなっておりますので、まずはこちらをやっていきましょう。まあサクッとやってサクッと終わってしまうので、でこちらがそうですね、120号についていたやつです。まあこれはちょこちょこやってたんでね、別に大した説明がいるようなあれでもないですけれど、サクッとやっていこうよっと。まあこちらの感じで、動画はですね、割と私のほとんどどうでもいい話を聞かせられるというコーナーになっておりますが、今回のどうでもいい話は、まあこのね動画アップされる頃には皆さんどうですか、連休中のはねもう終わっちゃったのかな。私はなかったけどね、連休なんてなかったけどね、まあ別にいいんですけどね、そんなどうしても連休が欲しかったってわけじゃないですけど、そうねジェンドカーズのメンバーから聞いたんですよ、蓄積型熱中症っていうのがあるらしいね。へえ、ちょっと私それかもしれないとか思って、やだー、じゃあもうね、いや完全に熱中症だね。もうねなんか目も開けとれんぐらいきつくて頭痛くなっちゃって、でまあしょうがないなと思って、まあでも目ねなんかまあ家帰ってもうなんか気持ち悪いしとか思って、で常にね冷凍庫に氷枕っていうの、アイスのみたいなっていうの、なんかそうさ氷枕、まあそれね、そんなようなやつをさ常備してるから、あパーツがねえじゃんとか思ってた。そうだからそれをね準備してやつ、つけてさ、なんだタオル巻いて頭冷やしてて、一応ね頭痛薬も飲んでっていう感じでやってたんだけど、まあそうしたら良くなってきた。まあ完全に熱中症だなと思って、もうすごいもう頭痛くてさきつかった。すげえ雷鳴ってる。まあ本当ね皆さんも気をつけてくださいね。やっぱりなんか倒れられてる方とかもねたくさんいらっしゃるみたいなんでね、でやっぱりねまあそんな風な感じもあったんですけど、その後もやっぱりなんだろう、こうね鍋さんの家だってさ全室で冷房かけてるわけじゃないから、暑い部屋、まあ工房なんか特に常にかけてるわけじゃないからさ、工房に入ったらさまた暑くて、そうしたらまたちょっとこうあなんか頭痛が来るかもしんないみたいな、なんかこうちょっとこうしんどさっていうのが出てきちゃってさ、これ入んないんですけど来ちゃってさ、あもう完全に熱中症なんだなと思ってね。でもう工房もしっかり冷やしてゆっくりしてたらさ、まあ治ったんだけど、まあでもねびっくりするぐらいみるみる良くなってったね。良くなってったっていうか、まあ楽になってきて、まあ頭痛薬が効いてきたっていうのもあると思うんだけど、てか全然入んねえじゃんか。水分もしっかりとってんだけどね、まあ、ちょっと汚い話さ、やっぱり汗がめちゃめちゃ出てるから、トイレにももう一日に何て言うの、一日にしかもう仕事してる間なんかほとんど行かなくてさ、仕事中にトイレ1回2回しか行かないんだよな。あんなに水分ガブ飲みしてんのに、ってか全然入んないんですけど。あ光った、雷すげー。停電とかやめてよ。停電最近でも停電とかないよね、そういうの。てか全然入んないんですけど、どうなってんのこれ。全然入ってくんない。雷の音がすごいわ。ごめんなさいね、ちょっとこれいつまでやってんのって感じね。ほんと入んないんだって。ちょっといい加減にして、もういい加減にして、
はいはいはい、入らない、勘弁してくれよ。ネジ立ってる、そもそも立ってるよね、立ってないわけないわな。いった、何だったんだ今までの。キュッとで完成です。でここで次121号というふうになるんですけれど、こちらですね、タイヤとメインマフラーの組み立てと取り付けというふうになっておりますので、こちらをやっていきましょう。で入っていたキットはこちらですね。だから仕事行ってやっぱりちょっとこう暑くなったりすると、もうまたすぐなんかこう、なんかあ来るって感じがしたりとか、あと家帰ってもやっぱりちょっとこうなんていうの、顔が暑いんだよね。なんか気をつけないかんっては思ってるんだけど、気をつけようがないっていうかさ、自分だけなのかわかんないけど、今って結構こう冷感スプレーっていうの、こうシュッて吹きかけるとさ冷たくなるやつ、それを買ってやったら、まあ、つけたところだけもうすごい冷たくなるんだけど、首にかけたら痛いぐらいだったけどあちょっと首ダメだなとか思って。だけどさ、あのどうもその匂い付きだったんだよね、それが。その匂いでちょっと酔いそうになるっていうか、合う合わないね、あると思うけど、多分人が匂ってる感じ、要はその離れているからいいんだけど、自分にダイレクトにこうかけてしまうとちょっとその匂いで酔ってしまうというかね、うなんか気持ち悪いかもしれないみたいな、なんか頭、なんか頭痛を誘発させるような感じのみたいなね、ちょっときついかなって思っちゃって。よいしょ、できた。でこれを、くっつけていきますよという風になっておりますので、この辺、まあ、特にこれはもういらないからぽい。で、取り付けるのがどっち向きになると、こっち向きのこっちのタイヤですね、ここにつけていきます。これをなくしちゃいけないね、まだもう一個タイヤありますんでね。薬局とか行ってさ、お試し、まあね、あるところとかだとやっぱりその匂いとかさ確認できるからいいんだけど、ないところだと結構きついんだよね。最近のあの何、ああいうちょっと匂いがするやつのネーミングのセンス、誰がつけてんだとか思うんだけどさ、マジでわからん、イメこうなんだろう、じゃあそれ言葉にしたところでわからんよその匂いとか思っちゃうようなさのが多い。常識的な匂いだったらわかるけど、例えばイチゴとかさ、レモンとかそういうのだったらわかるよさすがに。もうなんかその語源は何語ですかっていうような言葉の匂いの名前、あれマジで困る。特に柔軟剤の匂い、イメージがつかねえんだけど、そのナイトなんとかのなんちゃ、ナイトなんとかなんとかの匂いって、ナイトって何、いやお杖が飛んだ、ナイトってよ、夜、夜の匂いって何、俺夜の匂い知らねえんだけどとか思ってさ。サンプルがねあると分かるんだけどさ、あこういう匂いねっていうのが分かるんだけど、そんなさわけのわからん言葉で匂いの表現されてもマジでわかんねえんだけどとか思って。なんかリンゴアップルなんとかとかさ、まだその辺ならまだわかるんだけど、困る。あのネーミングちょっといい加減にしてほしいなって思う。誰がつけてんだかね、全く想像がつかん。ネーミングが多い、しかもサンプルがない。ああ。よっと。し
かもね、ああいう、まあ、柔軟剤でもさっき言ってたスプレーでもそうだけどさ、一回買っちゃうとさすぐにねなくなるもんじゃないからさ、100円200円ならまあちょっとね、まあって妥協できるんだけどさ、まあまあ高かったりするとちょっとショックがでかい。この嫌な匂いをずっと使い続けるのかとか。よいしょ、できた。なんかこう傷ついてんな。はい、いいや、できたよ。こんな感じ、いいね。で今度タンクをつけるよと。ここですね、メインマフラーの組み立てというふうになっております。こちらとこちらですね、まあ合わせてネジで留めるだけなんですけど、これかな。アプリコットとかなんかリンゴの匂いとかすごい好きだな。めちゃめちゃいい匂い。これをどっち向きってこう見てのこうじゃなくてこうか、こっちか。あ、なるほど、ここでこの穴が合うわけね。あ、いいね。でここをネジで止めますよ。ガサゴソガサゴソ。で、あ、届くかな。あー、ギリ届かねえ。精密ドライバー閉まっちゃったよ。はい、だけど机ちゃんとね整頓はしておりますので、すぐパッと出せますよと。珍しい、うん、よっと。でこちらこちらこちら、これでも接着しろって書いてるね。接着ですか、接着ですか。流し込んどくか。流し込み、こういうのを流し込みは見えづらい、この裏からの方がいいね。本当はさっきのぼっちの部分につけた方がいいんだろうけど、でもこれで外れてくることはないでしょう。両側止めてあるからね。で、これもまたさっきの場所につけるよと。で、終わりか。今現時点で121号っていうと80号か。まだまだ先は長いね。随分楽しめそうだ。よっこいしょ。こう向きにしてのこう見てのこの向き、ええ、ああいいのか、ごめんなさいね、こう向きだね。でこれでネジで止めておけ。ちょっと待って、ネジ準備する。でもやっぱりああいう冷たくなるスプレーはいいね。なんか本当に冷たくなってるかっていうのは体温を測ったことがないからわかんないけどさ、そのサーモカメラみたいなやつで見たことないからわかんないけど、すごい冷たい感じで、やっぱりめちゃくちゃ暑い場合っていうのは特に強力なやつがあったりするの。なんかね書いてあったのよ、それにも。あの冷たくなるものに敏感な方はお控えくださいみたいなこと書いてあってさ、そんぐらい強力なんだとか思って、うん、首は無理だった。だけどやっぱり皮膚、あ、それ以外の部分とかさ、まあ、顔も絶対的にダメだろうけど、あの腕とかね、胸の辺とかね、やると結構良かった。助かるわ。もっと早く使うべきだった。明日も使おう。よし、
ついた。いいね。タイヤもついたし、こんな感じでございます。かっこいいね、ホイール。めちゃめちゃかっこいいわ。てか雷すげえな、本当に。さっきからゴロ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 いってる。よし、ということでですね、今回は、120号、121号という風な感じでございました。じゃん。ということでね、また121号、2号がね、届きましたら、またやっていこうかなと思いますので、見ていただけたらと思います。ということでね、今日はこの辺で。ではまた。皆さん暑いんでね、気をつけてくださいね。